はい、始まりました元気チャンネルです。はい、今日はですねベンチプレスのマックス測定です。12月30日です。で、今やっているのが前回で、マックス上げました90キロですね。90キロから始めました。まあ、これはね、無難にね成功しました。でですね、前回90キロマックスだったこの私が、まあ、約2ヶ月後ですね、95キロに挑戦します。まあ、95キロねこれ上げるとですね、とりあえずはね自己ベストをね5キロ更新するということで、まあ、ベンチベスト5キロ、ね、更新というのはなかなかだと思うんですけども、まあ、今日はね、100キロチャレンジということで、この後、待ってます。その前の95キロ、いけるか？はい、達成です。はい、成功しました。この時点でね、ベンチプレス95がマックスで、この100キロに行く前にですね、97.5 ですね。まあ、100キロの手前の数値は、これ、になるんですけども、97.5 にも挑戦しましたね。はい、これもいけるかどうかっていうところなんですけども、はい、なんとかいけました。なんとか上がりましたね。はい、ギリギリでした。まあ、あのマックス早見表ではね98ぐらいっていうところなんですけども、とうとう来ました100キロですね。100キロチャレンジの100キロです。これがね、上がるかどうかなんですけど、7ヶ月のねトレーニングの成果をねここでなんとか見つけたいと思います。あとね、あ、上がりました、上がりました。残念でした。ちょっとやっぱり100キロの壁はきついですね。ちょっと悔しいんでね、この後ねもう一回ね、挑戦しました。これでねちょっと、なんとかね決めたいと思います。ちょっとねやっぱ100キロでなるとちょっとやっぱ力んでしまったりとかして、フォームがちょっと崩れてしまったかなというのがあるので、ちょっとね意識を変えてねもう一回いつもの感じでね、やりました。上がるんじゃないかなということでやってみました。やっぱね、キロのほんまのちょっとなんですけどね、このちょっとの壁がね大きいんですよね。ちょっとがやっぱりねちょっとなかなか難しかったですね。ちょっと悔いが残りますけども、今日は100キロ無理でした。